こんにちは、ワッキーです。今日もスポット的にニュースを配信していきたいと思いますので、カメラ越しのテニー君、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。シフィオンテク選手がですね、この前大坂なおみ選手と試合やりましたけど、試合後ですね、オンコートインタビューがあったんですけれども、そこでシフィオンテク選手が、最初は素晴らしい試合でしたねっていうふうにインタビューに振られて、そうですねって言って、結構笑顔で、大坂なおみ選手が良かったので、彼女が戻ってきてくれて嬉しいですみたいな。ことすごい笑顔で話していたんですけど、急にですね、本当に唐突にインタビュアーに何を言われるわけでもなく、ちょっと一つだけ言いたいっていうふうに切り出して、でそこでですね、観客の皆さんのマナーについてちょっと切り出して、私は観客のみんなことをすごい尊敬しているし、これがエンターテインメントだっていうことは分かっているんだけど、緊迫する場面、ラリー中であったりとかリターンの前っていう時に声を上げるのはやめてほしいっていうふうに、はい、で選手たちには、すごい大きなものがかかっているし、その数ポイントで全てが変わってしまう可能性もあるので、これは本当に深刻な問題なので、そういうことはしないで、ラリーが終わったら声を上げて応援してほしいっていうふうに、ちょっとシフィオンテク選手あんまりこういうことを、はい、試合後の、観客に向けてとか言うタイプの選手ではそうですね、はい、ないので異例というか、このことに関しては強く思ってたんじゃないかなっていうところですね。やっぱり全仏オープンちょっと独特ですよね。そうですね、はい、毎年全仏オープンって結構観客の皆さんのことに対して選手が言ったりするっていう場面が、ちょくちょく見られるというか、フランスの観客の方はやっぱりフランスの地元の選手を応援するのがすごいので熱狂的な、だから地元選手と地元じゃない選手が対戦した時、もう地元じゃない選手に対してのアウェー感を作るあの雰囲気すごいですよね。すごいですよね、かつては錦織選手は全仏オープンでトンガ選手だったりペール選手ともう完全アウェーですよね、やったりする中でも歌うそうありましたね、とか相手が決めるとブーイングするとか、ダブルフォルトでめっちゃ歓声上がるみたいなとか去年とかだと、フリッツ選手ですね、勝った後にオンコートインタビューがあったんですけれども、この時に対戦相手の選手が退場していくんですけど、その時からもうすでにずっとブーイングがフリッツ選手対してあって、フリッツ選手がオンコートインタビュー始めるってなってもブーイングが鳴りやまず、2分間ぐらいですかね、ずっとブーイングですごいかわいそう喋り始められなくてで、フリッツ選手はオンコートインタビューでちょっと観客が素晴らしかったからありがとうみたいな感じでちょっと皮肉な感じですね、皮肉じみたことを言って、もう早々にインタビュー切り上げるみたいなこともあった、観客の質が問われるみたいなことはたまにありますね、そうですよね。だからグランドスラムによっても、例えば全米オープンとかも結構ガヤガヤしてるじゃないですか、むしろもうラリー中普通にもう平気で声上げてますけどでも全米オープンはその相手をなんかやじるとか、そういうのではなくて単純にこうパーティー感のあるような、エンターテインメント全開盛り上がってる感じがありますけど、ちょっと全仏はね、そうですね、そのやじ感があったりっていうのが多いのかなっていうところで、今回のシフィオンテク選手の言葉にもなったのかなっていうところで、シフィオンテク選手もあんまりそういうことを言う選手じゃないんですけど、これは終わった後に会見でも、それどういうことだったんですかっていうふうに言っていて、自分がボレーするときに声を上げられたのがすごいイライラしたっていうふうに言っていて、フランスの方がすごい熱狂的なのは分かるけど、それはテニスっていうのは今のところはプレー中は静かにするっていうのが、ルールになっているので、それは分かってほしいっていうふうに言ってましたね。今回のこのシフィオンテク選手に関してはその相手がフランスの選手ではなかったんですけれども、今回の同じ全仏オープン内でいうとゴファン選手ですね、ありましたね、はい、これは相手がペリカール選手というフランスの選手、はい、フランスの あれだ前哨戦で優勝した若者だ、そう若手ですね、今回の全仏オープンワイルドカードでが出ているので、もうフランス大注目の若手ですよね、はい、2メートル超える選手で、そうだそうだ、はいはい、応援はすごいですね99対1でペリカール選手みたいな、試合後、ゴファン選手が勝った、フルセットで勝ったんですけれども、海外メディアのインタビュー、ですごいもう試合中ずっと悪口を言われていたみたいな、であれはもう良くないっていうふうなことを言っていて、真偽は定かではないですけどガムを吐きかけられたっていう、マジだから、いわゆるその観客が噛んでいたガムを観客の方はゴファンに向けて吐いたと、はい、っていうふうにゴファン選手はこれはちょっとまずいですよね、はい、言っていて、ちょっとそれは良くないよねっていうふうに、でやっぱりその観客の質っていうマナーっていうところですよね、さすがにね、ずっとヤジ言ったり
ガムを、ね、吐きかけるのちょっと度が過ぎてますよね。そうですね、うん、テニスの試合っていうところでは、うん、試合中は静かにするという、うん、ポイント間に応援するっていうのが、うん、罠ですし、まあ、あと観客の動きとかもですね、うんうん、基本的にはゲーム感セット感っていう風になっているので、うん、これが今のこのルールである以上は選手はそちらの方を好むんじゃないかなという風に思いますよね、うん、だから例えばジャパンオープンで錦織選手がすごい活躍した時、日本人は間違いなくヤジは言わないですよね。そうですね、うん、日本の方はそういう感じではないですね。例えば錦織選手がミスをした時ははぁーというため息がすごいですよね。そうですね、日本で割がし話題になるのは伊達さんが昔ありましたね、はい、ため息しないでくれっていうふうにちょっと話題になりましたけれども、ありましたよね。でも確かにあのため息はすごい耳に入りますよ日本は。そうですね、うん、ちょっとコートの形からしても、上から下に降り注ぐみたいな形なので、選手からしたらちょっと圧があるかなっていう。そうですよね、でもヤジはあまりないですね。ないですよね、はい、やはりこう国民性というか国の色がやっぱり観客に出ますよね。そうですね、結構国や南米の大会とかだとやっぱりサッカーみたいな雰囲気であったりとかっていうのもあったりするので ね、例えばナダル選手がこう地元フランスの選手と全仏で対戦してもやっぱあそこまではならないですよね。そうですね、今回ナダル選手とズベレフ選手でしたけど、あの試合は全くなかったです、ね、フランスがいないってね、とはいえナダル選手の応援が多めでしたけど、2人をちゃんと称えるような雰囲気もある日もあれば荒れてしまう日もあるという、はい、ベスト4全仏で入ったことあるグルビス選手が観客ではなくて逆にメディアのカメラのシャッター音、はいはい、がすごいもう君うるさいよみたいなとか、最近もなんかルブレフ選手がどっかの大会でなんか上海でしたっけ、カメラ前になんかちょっと怒鳴ったりとかなんかあったと思いますけど、ありましたっけ、はい、なんか確かあったと思うんですけど、観客以外でもやっぱそういう風にナーバスになる選手も。そうですね、僕も思い出したのは去年慶応チャレンジャー、あそこのコートって車が通れるあーそうですよね、はいはい、感じになってるんですけど、うん、コートがあって観客の席があってその後ろに車が通るみたいな感じになっていて、そうですね、その車が通る道路はもうコートの外っていう扱いなので、うん、そこは結構人が動いたりとか、うん、車が通ったりっていう風にしていて、観客の席の中はちゃんとそのルールが守られていたんですけども、うん、コートから見るとその車が通る道路も、うん、目に入りますよね、はい、目に入るので、うん、選手がその車を気にしてるっていう選手も結構いて、確かに途中から運営の方たちが、ポイント間は車止めるっていう風に対応してたので、やっぱその1ポイントで、ね、いろいろかかっているものがこう変わってしまう可能性もやっぱあるから、選手はその辺ねすごくシビアですよね。そうですね、うん、ただ一方で今後ですね、シビオンテク選手も今のルールではというふうに、言ってましたけれども、今例えば試験的に観客の移動、出入りがポイント間関係なく自由になるっていうことも大会では試験的に行われるっていうことが、もうじゃあ普通にポイント間試合中にも観客が平気で動いちゃって、はい、そのことに対して選手からなんかなかったんですかね。全豪オープンでも試験的にこれはトンプソン・ブキッチ戦シングルスで、はい、シングルスで観客が動いているのを試験的にやってたと。ポイント中はダメですねこれは、うん、全豪でやっていたのは今までのルールだとチェンジオーバー間じゃないと観客が移動するっていう、そうですね、はい、ことができないんですけども、全豪オープンで試験的に行われていたのはチェンジオーバーじゃなくてもゲーム間であれば観客が移動していい、または入場していいっていう、うん、ですね。狙いとしてはおそらくセット間で、はい、例えばトイレに行ったお客さんっていうのは、うん、今までのルールだと3ゲーム終わらない、1ゲーム目は入っちゃいけないっていうルールなので、うん、3ゲームとか終わらないと入れないっていうになって、うん、そうするとどんどん溜まってしまうし、お客さんも楽しめないっていう、あそこだってすごい行列できる時ありますからね、うん、っていうのを阻止するために、お客さんファーストっていう意味で、試したと思うんですけど、その全豪オープンの時はトンプソン選手はそもそもそのルールを知らなかったみたいで、はい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 、ルール変更したのを知らなかったみたいで、うん、自分がサーブ打ったりとかリターン しようとしてる時に、ちょっと選手がいますからね、動くので、それを待たなきゃいけないっていうことで、なんで動いてんだ彼らはみたいなあったけど、ルール変更あったんだよっていうのはあって、トンプソン選手はいや冗談だろみたいなそんなの知らなかったよみたいな、なるほどね、こともあって、大会によってそういうことを試験的に、いやだからそれは観客にとってはすごくいいことかもしれないですけど、逆にやっぱ選手からするとまた、ね、集中が途切れてしまうというか、知らない、ね、トンプソン選手だったら、この動きに関しても、やっぱり
先ほどのヤジとかに関してもですけど、まあ、やっぱり選手が一番最高のパフォーマンスをできる環境をやっぱり作るべきだとは思うんですよね。また観客とのその兼ね合い、エンターテインメント性との兼ね合いっていうのもありますけれども、まあ、本来の それで本来の試合の質っていうものが落ちてしまうと、まあ、本末転倒かなっていうふうに僕は思うので、 そうですね、はい、そこは選手ファーストをより意識した方がいいんじゃないかなというふうには思います。人によって考え方も違いますし、国によっても多分考え方が違いますし、大会によっても多分考え方が違ったりはするので、すごく難しい内容だと思います。というところで、まあ、今回はここで終了したいと思います。また全仏期間このようにスポット的にあの動画の方を配信するかもしれないので、引き続きチェックの方よろしくお願いします。では今日はここで終了します。どうもテニー君もありがとうございました。ありがとうございました。